不気味になり渡っております。チャンピオンのブル中野がこれから赤コーナーに入場してまいります。ファンの注目が今赤コーナーの花道に集まっております。コンドル斉藤が先導をいたしまして、ヌンチャクを右手に持って今ゆっくりとシューズを脱いでブル中野赤コーナーに登場であります。左手にしっかりと黒のチャンピオンベルトを持っております。さあ、フジテレビから今両選手そしてレフリーに花束の贈呈であります。宮本さん、はい、今日はブル中野にとりましては相当にですね強い相手ってことは言えるんじゃないですか。本当にね、もう、まあ、今回が5度目の防衛戦になるんですけどもね、はいはい、もう一番なんて言いますか危険な防衛戦と言いますかね、ちょっと大変な戦いになるんじゃないかと思いますね。コツタイミクの力も、まあ、もちろんのことなんですけどもブル中野の現在の状態っていうのを考え合わせましてやはり危険なっていうことを言えるんですよね。そうですね、今何か、まあ、心に空白と言いますかね、はいはい、ちょっとぽっかり穴が開いたような状態ですからね。そうなんですね。今上田晋司コミッショナーがリング上に登場いたしました。この試合が正式に全日本選手権試合であることを認めるという認定証が読み上げられたわけであります。さあ、これから選手の紹介です。いよいよこれから試合が始まります。30分一本勝負であります。全日本選手権試合、チャンピオンがブル中野5度目の防衛、そして挑戦者堀田由美子であります。堀田由美子、現在精神的にもそして肉体的にも充実しきっております。いきなり堀田由美子らしい攻撃が出ました。そして今ブルを捕まえてロープに振りました。おっと、キックが飛んだ、ボディに飛んだ。ブル中野負けておりません。今度は逆にロープに飛ばした。ブルどうするか、これまた強烈なブル中野キックが出ました。さあ、早くもカウントを一つ入れましたブル中野であります。ジャガー、はい、ジャガーはこの一戦どういうふうにご覧になってますか。そうですね、はい、まあ、全日本にふさわしい挑戦者ですね。あ、なるほど。今伸び時ですからね、はい、はいはい、だからすごく楽しみですね。もしかしたらもしかするんじゃないかなという気がしますからね。宮本さんとやる同じような見解ですね。それだけ今日はブル中野にとってもですねやはり大切なしかも大変な防衛戦を迎えたわけであります。宮本さん、ブル中野とねダンプ松本の間がいろいろファンの間でも取り出されてますでしょ。そうですね、これどうなってるんですか。ジャパングランプリでですね、まあ、一騎打ちは、まあ、ノーコンテストの試合だったんですけどもね、はい、まあ、その後ブル何試合かは出たんですけどもね、シリーズリタイアしてしまったわけですよ ね、 すね、まあ、今シーズンからまた復帰したわけですけど、はいはい、だから今はまあ一緒に、再びやってるんですけども、何かやっぱりその辺心のモヤモヤとしたものがね、ちょっと今はっきり伸び悩みのような形になって出てきたと思うんですよね。非常になんか今難しい状態じゃないですか ね、 いや今ダンさんね、北角同盟に何かが起こりつつあると、はい、ブルの中に何かが起こりつつある微妙な時期なんですね。あーはー、はい、それでね今日ね、はい、さっきリングアナウンサーが選手紹介の時にね、大変ですよ、なんかブルはね、なんかすごい気を使ってるみたい、神経質にね、体を動かしてましたよ。あー、そうですか、うん、だから堀田が大変、やっぱり自分の試合相手にしては、もう不足なしというかね、もしかしたらというね、あーはーところが自分でも感じてるんじゃないですか、ブルの中は。堀田由美子選手はね今本当にもう人気も実力も上昇中の注目の選手でありますが、みゆきちゃんなんかこの堀田由美子見てどうですか。え、
前も大阪の時試合ね、見たんですけど、やっぱすごいですね。しかもあの人気も出てきましたよね。ま、すごい人気ですね。特にあの大阪ではね、まあ、地元ってこともありまして、たくさんのファンが来てましたでしょ。はい。まあ、しかし問題は北海道はジャガー、やはりあの動きなんでしょうね、スピーディーな動き、そうですね、これがどの程度できるか、これから体はね同じような動きでしょうからね、大きさも一緒ですからね、はい、上行くには技もなきゃいけないですしね。そうそう、ブルナカの堀田由美子、行き詰まるような全日本選手権試合であります。さあ、そして今度は取り次ぎが出ました、叩きつけました。さあ、そしてギロチンドロップ、気合の入った技、ブルナカの思わずうなっている男子皆さん、重いから効くでしょうね、そしてまた短い髪の毛を掴んでブルナカの、あれが痛いんだ、ね、ロープの摩擦熱を利用いたします。これまたラッファイトでやります。あ、またやっております、ブルナカの。さあ、顔面を抑えました堀田由美子、レフリーがロープレークを命じております。あ、なんか締めてますよ、ロープを使って締めてますね。あ、そうですか、手袋ですかね。なるほど、なるほど、何か出してますね。はい、まだヌンチャクは出ないんですけども、あ、何か使ってますね。はいはい、さあ投げ飛ばしました、何かあの紐状のものですね、はい、手袋ですか、自分で取って、あ、そうかそうか、はい、今首を締めに行きました、手袋を使っております。何でも狂気になっちゃうんですよね、宮本さん。そうですね、このあたりね、何でも狂気にするテクニックは大したものであります、ブルナカノ。そして今度の斉藤が3人、今レフリーはですね、陽動作戦、注意をそらしております。この部分に徹底的にやられております。あれはやりっくりしょ、あーっと今度は口に、うーんと、さあ徐々に次第に次第にブルナカノらしい攻撃が出てまいりました。カウント2が入りました。狂気攻撃の後、巧みにカウントを取りに行きました、ブルナカノであります。さあ今度はロープに振りました、どうするか、あっと、これは空振りに終わりました。よく見ておりました堀田由美子。さあ今度は堀田が逆にロープに行った、どうするか、担ぎ上げて後ろに落としました。そして両足のドロップキック、あっと尻餅をつきました、崩れ落ちるようにいたしました、ブルナカノであります。まあ、体も大きくなったでしょうけども、宮本さん、ちょっとあのブランクありますでしょ、精神的にも肉体的にも。そうですね、何か脆さみたいなものを感じませんか、ブルナカノ。やっぱり一生懸命自分のペースで進めようと思ったんですけどね、はいはい、まあ、ああいう手袋を持ちながら、食い締めなんていうのもね、はい、ちょっとなんか焦りが見えるような気もしますね。そして今バックブリーカー、さあ問題はスタミナということもありますけどもね、ジャガー、果たしてブルナカノにどのぐらいのスタミナがあるでしょうか。この試合は30分1本勝負、堀田由美子にはまずスタミナの心配はありません。ですから問題はブル中野ということになります。しかしその堀田由美子の額から汗が流れております。まあ、プロレスっていうのは1年間試合があるわけなんですけども、選手にとって辛いのはやはり夏場、これからってことになりますね。そうですね、夏場はやっぱり辛いですね、寒すぎてもいけないんですけどね。あ、そうですか、体が動かないですからね。しかし寒い時ってのは最初体が動かなくたって試合に動くようになりますし。そうです ね、まあ、たまに早く決まりすぎちゃうと早く勝ちすぎちゃうとね、はいはい、温まんないうち勝つ場合もありますけどね。あ、温まんないうちに試合が終わっちゃうってこともあるでしょうね。場合もありますけどね、はい。三宅さん、今堀田由美子の体重ってのはどのぐらいなんでしょうね。一時85なんてこともありましたですけどね、その分に絞れてると思いますよ。そうですか、堀田由美子、ブルナカノ、お互いに体力は十分であります。しかしややブランクがありました、ブルナカノのやはりスタミナがどの程度残っているか、このあたりが勝負のポイントのような気もいたします。さあ今度は主導権を握っているブル中野であります。おっとヌンチャクが出ました。さっと今今度の斉藤からヌンチャクが手渡されました。さあブル中野ロープに振った、おっとヌンチャク攻撃カウンターであります。ヌンチャク攻撃カウンター、もう一つ入りました。
この辺り神田の最強の動きが非常にうまい。レフリーが幻惑されております。さあ粘着攻撃2つ入って上からどうか。逃れました逃れました、懸命に逃れました。これをもう起こそうというブルナカノであります。やはりブルナカノも体が大きいだけに負けませんですね。さあまた髪の毛を捕まえているブル中野であります。さあ今度はどうしようというか、あっとコーナーマットのね何かあのロープをほどいております。コーナーマットのロープをほどいております。そしてすぐに作戦の意図を読み取りました。仲間へ、さらには今度の斉藤がさっとこの手助けをしております。さああっとやはりロープを首に巻きました。引っ張ってます、引っ張ってます。どういうことをしております。ブル中野であります。5度目の防衛戦になります。今日はさすがに苦しそうなブル中野。そして今度は反撃に転ずるからホットインコ叩きつけておいてどうしようというのか。ブル中野ランドオフに上がった。あーっと一気に飛んだ。四つんドロップは失敗だ。ホットインコチャンスを迎えました。さあキックオフが入る。4発5発6発7発と入りました。強烈なキック攻撃が入った。ブル中野何かちょっとグロッキーな感じもあります。さあロープに振る。ホットインコ大きなチャンスを迎えている。ショルダースの後ろに落とした。さあブル中野起き上がった。またもキック、またもネイルキック。そして行く。あーかろうじてかわしましたブル中野。あれ遅いんですか、さっと行かなくちゃいけないんですか。そうですね、汗で滑りますからね。それもやっぱり決め手の首と下半身を決めてないからね、はいはい、だから逃げられちゃうんでしょうね。状態だけだけなんじゃダメなんですね。そうですね、はい、大きい体ですからね、はい、あの体重だけで抑え込むことを覚えてるんですね、この2人は。だからこうやって汗で滑るときは抑え込めないんですよ。なるほど、はい、そしてさあタイルドライバーの体勢に持っていった。タイルドライバーの体勢に持っていった。どうか。さあこのまま落とすか、このまま落とすか。んーとこれはちょっとピンチだ。ホッタイミコ落とされました。そしてんーとやはり無理ですね、なかなか決まりません。宮本さんどうもこれ時間いっぱい決まりそうじゃありませんね。そうですね、ちょっと膠着状態で ね、どちらもこう決め手がありませんし、はいはい、スタミナ切れがちょっと ね、出てきましたね。はい、みゆきちゃんどういう風に見てますか。もうなんかパイルドライバーの体勢だとやっぱり、はい、なんかドキドキしちゃいますね。息を飲んじゃってね、はい、さあそしてまたロープをほどいてなんとかブルの中野を助けようという極悪同盟の面々であります。若い選手たちをね引っ張っているのが極悪同盟と今度についております。今度の斉藤であります。今度の斉藤はこの後試合があるんですけども、しかしもう自分の試合よりも今はやはり先輩ブル中野のために懸命に働いております。とうとうコーナーマットを外して強力攻撃になりましたブル中野。コーナーマットで今ボディをつきましたブル中野であります。さあそしてそのまま行く。これはどうか、カウントを取るのか。うまく逃れました。場内から拍手が湧いております。堀田由美子かろうじて逃れました。さあもう一回行く。おっとどうか、これが決まるか。危ない危ない。あーこれまた逃れました。スルイと逃れました。あー今試合時間の経過場内に発表されております。25分経過、あと5分になりました。5分ですね。あと5分間以内に決着がつくかどうか。まあ、あの引き分けということになりますとやはりチャンピオンが有利、引き分け防衛というのがありますのでね。そうですね、宮本さん、ですからチャレンジャーとしてはもう攻めて攻めまくるしかありません。勝つしか方法ないですよね。勝つしか方法はないんですよ。引き分けたんじゃダメ、ダメですね。まして優勢の判定というのもありません。なんとか残り5分のうちにコール勝ちしなくちゃいけません。さあどうか、アフター足を飛ばした。これはカウンターです。よっ、ゲームボディに入りました。さあ長いうちに魚準備されましたキック攻撃、これは有効であります。よく効いております。最後の攻撃、当然もう残り時間5分を切ったことを堀田由美子知っております。抱え上げました。そして落とした上から行く。状態だけ。
先ほどから同じようなパターンであります。あれでは決まりません。確かに体の柔らかいブルの中のさっと逃れております。堀田由美子に対する声援が、そしてブルに対する声援が飛び交っております。宮城県スポーツセンター、残り時間が少なくなりました。髪の毛を掴んでいるのは堀田由美子。さあ投げ飛ばしておいてどうしようというのか。また髪の毛を使いました堀田由美子。最後のとどめをどういう形で刺すか。両者残り時間が少なくなりました。また行く、また行く。しかし同じようなパターンで逃げられてしまいます。どうすることもできません堀田由美子。まああのブル中野の壁というよりもね、堀田由美子にとっては大きな壁であります。ここを乗り越えなくちゃやはりチャンピオンベルトは自分のものになりません。堀田由美子体力は十分なんですけどね、しっかりあのスピーディーな動き。残り時間が3分です。3分以内に念願のチャンピオンベルトを奪取できるか堀田由美子。5度目の防衛に成功するかブル中野。今日はブル中野にとってはまさに試練の防衛戦でした。ここまで耐えてまいりました。ここまで耐えてまいりました。まあブル中野にとっては今勝たなくてもいいと、このままあの引き分け防衛でも十分でしょう。そうですよね、まあ、あの過去4回すべてフォール勝ちで防衛してきたんですけどね、はい、まあ、今日の時本当にとにかく絶対ベルトを守るというね、そういうもう意地に燃えてるでしょうね。そうですね。そしてあの時間をうまくね消化しようというんで、またも場外戦であります。場外に今堀田由美子を連れ出しております。そして選手に帰ってきております。強烈です。さあ今度は堀田由美子逆襲であります。場外戦になって堀田由美子最後の最後の方闘志をむき出しております。一攻撃今その元に入りました。さあ残り試合時間2分が今告げられております。今ブル中野リング内に入ってまたも喉を潤しております。相当に苦しそうだ。そして堀田由美子今場外でこれまた喉を潤しました。23分を経過して残り時間もう2分を切りました。全日本選手権試合堀田由美子ブル中野の一戦であります。さあブルが両とーっとキックが出ました。縦というブル中野、そして高いところハイキック、もう一発いくか。今度はニールキックでやります。回し蹴りが出ました。さあ首投げです。そして抑え込みの体勢です。しかし相手の体が大きい、思うようにいきません。うんと強引に肩を決めてもう一回ホールを取ろうとしておりますがちょっと無理。さあ今度はどうするか。あっと後ろに落ちました。そして上から行く、これもダメ。ラスト1分になりました。残りラスト1分になりました。さあもう堀田としてはチャンピオンベルトを奪取するためには攻めて攻めて攻めまくってカウント1秒取らなくちゃいけない。果たして堀田由美子最後の1分に完全燃焼できるか、意地を見せるか。堀田由美子行った、堀田由美子行った。さあチャンスでやります。どう決着をつけるか、どう大振り持っていくか。ラスト30秒体当たり攻撃を続けている。さあもうチャンスは1回だ、チャンスは1回しかありません。キックを入れてもう1回キックを入れて上から行った、上体だけかどうか。さあここはチャンスだ、返された、返されましたね。あれだけ危険を張っておいて何とかホールを取ろうとした堀田由美子。さあ逆に返された、逆に返された。今ゴングが鳴りました。30分日本勝負、全日本選手権試合時間いっぱいに戦いました。もう両選手立てませんよ、ダンさん。ねえ、試合時間いっぱいに戦いました。フルタイムの熱闘でした。いやしかしまあこれでねボール勝ちはありませんでした。引き分けということは引き分け防衛であります。ブル中野5回目の防衛に成功したわけであります。しかしジャガー、はい、ブル一番苦しかったんじゃないですか。そうですね、はい、スタミナが切れちゃったんじゃないでしょうか ね、はい、今あの
ジャガーからもスタミナが切れたんじゃないかって話がありましたが、やはりあのブランクがいろんな意味で大きく影響してたようですね。そうですね、まあ、しかし、まあ、心身ともにね、はい、今のコンディションではやっぱり、まあ、一応頑張ったんじゃないですかね、うん、そうそう、ブルナカムのこれはなんといってもね、どうしてもこのチャンピオンベルトは守りたいんだという、やはり執念でしょうね。そうですね、はい、執念で黒いチャンピオンベルトを守りましたブル中野であります。あ、もうあのリングの上に立っているのがやっというブル中野、今フジテレビからトロフィーが送られております。よくやりましたブル中野、根性執念を見せました。5度目のタイトル防衛に見事に成功いたしました。